横浜みなとみらい21三菱重工、横浜ビル三菱重工横浜ビルは、横浜市西区みなとみらいにある超高層ビル。東京都千代田区の丸の内28ビル、東京都港区の NB 階、品川タワーとともに、三菱重工業の本社機能を有している。当ビルは、ビル名に関す通り同社の所有であったが、2017年3月30日に、隣接地の敷地とともに他社に譲渡されている。当ビルについては、同日付でヒューリックが取得しているが、後に当初の予定通り、ケネディクスグループが組成するファンド等に組み入れられている。譲渡後も、三菱重工グループは、賃借により当たりビルへの入居を継続している。みなとみらい地区南部の37街区に位置し、南東は横浜ランドマークタワー、北東は横浜美術、かつての三菱重工横浜造船所の跡地で、横浜博覧会会期中は、イエスホールが設置されていた土地に1992年、着工、1994年に竣工した。当ビルは、地上33階建ての超高層ビルであり、建設にあたっては、タワークレーンを用いず、全天候屋根下で、ジャッキアップにより作業を行う。耐性建設による T アップ工法が取られている。完成後は、オフィスのほか、1階から3階にかけて、三菱みなとみらい技術館、コンビニエンスストア、飲食店などが入居している。当ビル内にある科学館で、三菱重工業が運営を行っている。展示内容、開館日時、入館料等の詳細は公式サイトを参照のこと。営業案内フロア構成館内は、以下のゾーンコーナーで構成されている。1階2階に2棟、計画三菱重工業の37街区、オフィスビル計画として、もともとは、当ビルの他にもう1棟の本社機能を有するビルを建設して、ツインタワーとする計画であったが、1990年代後半の景気後退の影響により2棟目の建設計画は延期されていた。このため、グループ会社の日成エステートが、当ビル隣接地にあたる2棟計画用地にて、暫定施設の住宅展示場、横浜ホームコレクションを開設し、以来、約20年にわたり運営されてきた経緯がある。その後、三菱重工業を主体として、日立製作所との火力発電システム事業における合併会社を2014年1月に設立することとなり執務スペースの確保が必要になったことなどから、一棟目の竣工から20年近く経過した2013年9月になって、みなとみらい21中央地区37街区、通気棟計画として計画を再始動することが発表された。計画では新たに建設されるビルに、前述の合併新会社の本社が入居し、ビルの規模は、地上32階、地下2階、棟屋1階、高さ約165メートル、延べ床面積約10万8000平方メートルで、2015年、着工、2017年度の竣工を目指していたが、竣工予定年の2017年になっても、未着工のまま計画の進展が見られない状況となっていた。隣接地の他社への譲渡2017年3月30日には、本項冒頭の通り、2棟計画用地の敷地が、ケネディクスによる特別目的会社、KRF48 に譲渡された。ケネディクスでは、同地の活用について、みなとみらい地区全体 IR 法案等の状況を見据えた上で開発パートナーを選定し、開発を検討していくとしている。その後、同社の2017年12月期、決算説明資料において、同年内にも開発プロジェクトをスタートさせるため、準備中であることが記載されていたが、同年11月24日には、合同会社 KRF48 に、パナソニックホームズと鹿島建設の2社が、新たに共同出資し、開発プロジェクトにも参画することが明らかとなった。さらに2018年5月には、みなとみらい21中央地区37、街区開発計画、MM37 タワーとして、KRF48 によるオフィスホテル、店舗などからなる地上28階建ての超高層、複合ビルの計画が公表されており、2020年4月の着工及び2023年3月の竣工を目指している。三菱重工横浜ビルの敷地と隣接地の敷地は、いずれも敷地面積約1万平方メートルであるが、同年5月には、三菱重工業が港未来に所有する土地1432平方メートルについても売却が行われている。なお、同社はもう一つの本社ビル、三菱重工ビルについても2011年に売却し、以来賃貸による入居を継続してきた経緯があり、当ビルのようなケースは今回が初めてではない。同社の本社機能と事業部門は当ビルと三菱重工ビル等に長年分散していたが、今後は同社の首都圏オフィスを再構築する計画に基づき、本社機能は丸の内地区に、事業部門は田町地区に移転集約する方針である。なお、丸の内地区における本社機能の集約については、三菱重工ビルのグローバル本社機能を2018年10月に竣工した複合オフィスビル丸の内28ビルに移転しているが、当面は当ビルと NB 階、品川タワーの機能についても併存させる方針となっている。かつてはヒシエエステートが主催、エイトノット&カンパニーが企画、運営を担っていたが、2017年時点では主催、及び企画運営のすべてを、エイトノット&カンパニーが行っており、三菱重工グループの手からは離れている。なお、後日の再開発のため、横浜ホームコレクションは2019年7月をもって閉鎖されているが、その翌年の2020年3月には、アルカイフ跡地の一角における10年間の暫定土地利用者として、エイトノット&カンパニー JV が選ばれている。ビルの完成までは1基棟の当ビルに本社を置くとしていた。ありがとうございます。